いや、暑い。いやー、それにしても暑いですね。ただ、今日に関しては、体力の回復には万全を期してますからね。で、あ、そうそう、水場パンのこれね、コラボのやつもあるらしいんで、買ってみようかな。タッチでできるんだよ、すごいね。こいちゃんにしようかな。こいちゃん、ちょっと、いや、先行っときましょう。お、出来上がってきた。すごい、また新しい。あ、こんなシールがついてくるんだ、ありがたいですね。もう水間出られ、おみくし、おみくしく引いて、結構この上ない感じの結果になったんで、落とされそうで怖いですけどね。シール。いや、こういうね。あ、これがシールで、つまりあの裏のめくったらなんか消気とかになってるわけじゃなくて、これが自体があれなんですね。じゃあありがたくこれはじゃあどっかに晒させてもらおう。ひとまずこのカメラに貼っておきました。よいしょ。いやでもね、いただきましょう。やってそう。これはまあ実はねペットボトル持って歩いてるんですよ。これなんでかって言ったらこれに入れといたら冷たいまんまでするんでいいんですよ、持ち歩くのに。だからこれをお茶入れて、でこれ本当はねこれにポカリスエットとか入れたらね冷たいまんまで持ち運べるからいいんですけど、実はこの手の水筒ってあのポカリスエットとかアクエリアスを入れるとなんか酸が溶けちゃってダメらしいですね。有害になったりすることがあるらしいんでお茶にしときましょう。でお茶汲んだらもうこれねそこに捨てといたらね、だってこれ買ったやつですからこれね、ちょっとペットボトルをね、吸いさせてもらってもね、これは何のね、待ちも当たらないでしょう、大丈夫でしょう。ね、ここで買わせていただいたペットボトルを、こちらの方に、ゴミ箱を使わせていただきますと。山田さんにしては、すごく、道理の通ったことを言ってますよ、珍しくね。よし。ただ、ミネラルの減り方は半端ないので、すいません、ポカリスエットも行きます。これはごく飲みしとかんと。よし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 。ポカリよ、ポカリは効きますよ。よいしょ。やっぱポカリスエット生き返るな。で、そっか、石材に来ちゃったから、石材は石材があるんだな。何がある？釈前寺城。釈前寺城？え、何？寺なの？お城なの？どっち？釈前寺城。室町末期、城郭なんだ。釈、寺で城って名前も珍しいですね。で、安楽寺。うん。あ、清水大使はこの辺りなんだ。やっべ。今、わかります？あれね、やつ、ポカリスエット飲んだら一気に汗が噴き出してきたな。ああ、大丈夫。出来後の湯でもらったタオルがありますからね。これが、ひんやりと冷えてますから。これはチートですね。清水大使とかが、ちょっと待って、また。またお湯あるじゃん。ミサさんの湯。泉州最大級のスーパー銭湯。なんだって。これもいい位置にありますね。石材にあって、今渡ってきたのこの道ですよね。ここからスーッと行って、行くと、バーッとあるみたいですね。これ明日に行こうかな。明日に行こうかな、石材は。明日またこの湯入ってもいいな。あ、いいな。それでいいな。よし。そうしよう。明日行こう。
かとりあえず言うて考えてみたら 無料開放になってからまだ私1本も乗ってないもんな。結局電車コントロールなって言って次のにするかとかって言ってずっと歩いて歩き続けた結果水まかんのからここまで歩いてますもんね。今あのね取材させてもらったあのお肉屋さんの方にも水まかんのから歩いたんですかってね、驚かれましたね。やはりそんな、普通、6キロといえ、されど6キロですかね。やっぱ普通歩きませんからね。そうそう。でもあれですね。その点あれですね。本当に。あ、書いてありますよ。貝塚駅と、水まかんの駅以外はトイレがないみたいですね。そちらを掘り寄っても結構まだ、そこに行くまでに時間がありますからね。まあ、近くのコンビニあたりを探して、飲み物買いがてら、買うのがいいかな。コンビニはないのかな。あでもあのドラッグストアとか結構ありました。じゃあもうそこもキリンドアありますからね。まあまあまあそのあたりとかでね、まあちょっとね飲み物買ってドラッグストアだったら安いですね。いいじゃないですか。すごいですね。お、なんか書いてある。思いやりウォーク。うちのやつです。見合わせんやつです。見合わせんやつ。南北ウォーク。水間。第1回か大阪モノレール、これも山田駅行きたいからな。で、半回電車来た。結構先ですね、7月10日に延期になって、あ、これも全部延期になってんだ。で、半回北大阪急行、能勢電鉄、専属高速、あ、で、第4回はこっちか、ね、4が水町と11月だ。なるほどね。なんかウォークイングやってみたいですね。これいいんじゃないですか、タイミング的に。うちの、第1回は多分間に合わせてね、もうあれですけど、よいしょ。ちなみにこれね安かったんですよ。800円だったかな、800円で書いたんですけど、これめっちゃ使い勝手いいです。前のカバンね、あの縦横デュアルタイプっていうんでね、おいいやんと思って買ったんですけどね、結果的に中の荷物がぐっちゃぐちゃになってね、全然使い勝手が悪かったっていう、代物だったんで、ね、これはね、あのちゃんとしたバッグで、あの多分ノートパソコンしまうように作ってあるんだと思いますけど、おかげでね街が広いんでね、あのもうこれ1個で、あの今日はねこれ、動画撮影用にねいつも持ってるカバン持ってきてましたけど、これなしでもいけますね。これだけで、バッテリーの入れるスペースだけ確保すれば、あ、いけるなぁと分かりましたんで、今後の撮影は活用させていただきましょう。いや最近いい感じになってきましたね。来週はなんとうちも案件が決まってます。いや、いい感じじゃないですか。次の電車いつ来るんだろう。まあいいや、まあ、ゆっくり待ちましょう。日陰でね、ポカリがあればね、もうこれあのスター獲得したようなもんですから大丈夫です。でもここら辺でも結構プーテン44パーミルとかあるんですね。へえ、勾配層。あとあれ、いい加減水間鉄道の水間観音のターミナルとかだかんけど、もう明日でいいかな。明日も回りますんでね。いや結構いろいろなんやかんや結構沿線ちゃんとお金落としてますからね。そうそう、やってますよ。なかなかないでしょ。このコラボイベントの動画で、まず朝8時に水間観音ね、8時過ぎに水間観音に行って、あの動画撮影して、あの動画を発見して、で、あの滝をね、多分今回の視聴者さんの中で真っ先に見て、ね、今回のイベント中真っ先に見て、で、真っ先にあのコラボうどんを食べ、そしてそこから延々と石材まで歩き、で道中で、お風呂屋さん450円の、ね、天然温泉のお店とか
ね、こんな美味しい、ね、コロッケ食べれる、食べれるとか、まあね、販売してるところですけど、そうそうそう、ところとかね、ないでしょ。で、あの設置後のね、名前の由来になってるであろうこの、稚児塚ね、もうね、まあ透明でしたけどね、いやいや撮影したところがまずないでしょ、撮影しに行ったところないでしょ、うん、ね、これが我が道を行く。まあその、成果がチャンネル登録者数160人というこの成果なんでしょうけどね、うん、ね、恥ずかしいんでね、あの投稿歴、ね、2年ちょっとっていう話にしてますけどね、実はね、ニコ動を含めると12年もやっててこの有様ですからね。12年ね、長かったな。ですから25とか4の時ですからね、そう、リーマンショックでやることなくなって動画を回し始めて、そうそうそう、そうでしたね、そんな時代でございましたね。よいしょよいしょ、太もも冷やすと一気に体が冷えますからね。あ、そうです、体冷やすときはね、太ももの裏がいいんですよ。ここを押さえとくとね、あのそういうこと、あの氷水とかね、ここにね挟んでくと、ここあの太ももの裏って毛細血管が多いんで、一気にあの熱が奪われていくんですよ。そうすると体中の熱が抜けるんで、脇の下も有名ですけど、実は、脇の下ね、あの押さえとくのって大変ですけど、これが太ももの裏っていうのがね一番ね、で下半身があのそれで結構体冷えますんで、意外とね熱中症にガチで効くのこれなんですよ、そうそう、のんびりあそこで地元の方とお話をしてる間に、あれ特急先は私逃しましたね、そういえば。まあまあいいか、まあ一回取れましたしね。いや、まあ、とりあえず電車来るまで待ちましょう。言うてただいつものごとく延々と歩いて、茶飲んで風呂入って、惣菜食べてしてるだけな気がするけど、大丈夫かな。よし、でもこの黄色い線がない白線っていうのもまた味があっていいですよね。よいしょ、さあ飛んでるもんな。すごいな、みんなちゃんと撮影してるな。みんなちゃんとしたカメラ使ってるよ。あれだ、100点ギリギリな気はするけど。うわー、これも混んでるな。まあ、混んでるけど、もうさすがに疲れたんで乗りましょう。まあまあ、さっきほど混んでないしね。普通に焼くのかな。一回普通だから大丈夫かな。